にちは。引っ越しの日にちは決まりましたか？まだ私に親しげに LINE してきますか？ズーズーしいにも程がありますよ。まあいいや。あさって、はるかと一緒に引っ越しします。美咲さんには家族全員が本当にお世話になりました。いろいろありがとうね。どういたしまして。後のことは心配しないで。家とひろしさんは私がちゃんと面倒を見るから。一体いつからうちの夫を狙ってたの？夫だけじゃなくてこの家まで奪い取って私とはるかを追い出すなんて凄腕ね。恐ろしい人だったわ。そんな、私はひろしさんの相談に乗っていただけ。それがこんなことになるなんてごめんなさい。心にもないことを。私とはるかが引っ越ししたら、みきちゃんと一緒に家に入り込むつもり？うん、みきも早くあの大きな家で遊びたいって。ずっとはるかちゃんのこと羨ましかったんだって。これからはあの大豪邸が私たちの家って教えたらもう大喜び。それもこれもまちこさんが潔く身を引いてくれたから本当にありがとう。いいえ、どういたしまして。もうお別れだからお互い本音で語りましょう。ひろしさんから何を聞いてたの？あいつ、まちこさんのことよ。家事が下手くそで掃除もろくにできやしない怠け者で寝てばかり。おまけに子供を産んでから一気に老けたし、もう興味ないだって。家事もしないで怠けてたのなら愛想尽かされるのも当然よ。悪いけど私を恨んでも無駄よ。まちこさんがサボりすぎたの、自業自得ね。そうやって二人で私の悪口を言ってたのか。ひろしさんはずいぶん悩んでたのよ。離婚したいけどはるかちゃんのことが心配だって。でももう自分の気持ちに嘘はつけない。だからはるかちゃんには何もしてあげられない代わりにみきを大きな家でのびのびと育ててあげたい。私にそう言ってくれたのよ。なんだそれ、自分に酔った身勝手な話だな。それにしても随分と都合のいい話にすり替えてたのね。え？ねえ、ひろしさん綺麗好きって言ってた？うん、家が散らかってると落ち着かないのにまちこさんはちっとも片付けてくれないって。美咲さんも小さな子供がいるからわかるよね。片付けても片付けても子供ってすぐに散らかす。美咲さんの家だって玩具が散らかっていたわ。それはそうだけど、しかも家事って片付けだけではないでしょ。掃除も料理も。小さな子供がいればどれもこれも完璧には不可能よ。それをお前はだらしないだの、容量が悪いだの、あの人本当にうるさくて私気が狂いそうだった。あんなに毎日ガミガミ言われたんじゃ顔も老けちゃうって。え、ひろしさんはずっと我慢してたって？はあ、我慢？何もしないくせに文句ばっかりよ。しかも家で子供がはしゃぐとすぐうるさいって怒鳴る。え、子供に怒鳴っていたのはまちこさんじゃ。私が怒鳴る？そんなのはるかの様子見ればわかるでしょ。そうね、はるかちゃんはママにべったりだよね。これでわかった？あの人嘘つきよ。私やはるかが冷たくしたから別の人に乗り換えたのよ。そんなことないわ。ひろしさんは私にも優しいし、みきのことも実の子供と思って大事にするって。いつまで持つかな。あと大豪邸掃除大変よ。ひろしさんはケチだから今時ほうきとちりとり雑巾での掃除よ。嘘でしょ、お金持ちじゃないの？あの人家と車にしかお金使わないの。掃除なんかに電気代使うのもったいないって。
子供が家に傷つけたらもう大騒ぎ。私に怒鳴りまくり、子供がいて家が無傷なんてありえないって。嘘だって、私お腹にひろしさんの子が。この子のことは可愛がってくれるはずよ。だってひろしさんの子ですもん。はるかだってあの人の子よ。可愛がるのは最初だけ。そういえばおむつすら変えたことなかったわ。とにかくあの家とひろしさんよろしくね。私の方が限界で離婚しようと思ってたからちょうどよかった。慰謝料もらって出ていけるなら万々歳よ。ちょっと待って、私どうしよう。知らない、自分で何とかしなさい。私ははるかと一緒に新しい人生できるわ。とりあえず慰謝料ありがとね。私は一人娘のはるかと一緒に引っ越しし、新しい家で仕事と育児を頑張っています。シングルマザーは大変だけど、面倒な夫の世話がなくなってむしろせいせいした気分です。風の噂で美咲さんが DV を受けているのではないかと聞きましたが、私にはどうすることもできません。大豪邸とお金持ちの夫を手に入れたのだから、なんとか頑張ってほしいと思います。